なんでこんな遠回りするんだ？あんたたち何も聞いてないのか？闇の減税のことであれば町の者から聞いている。闇の軍勢？オークやゴブリンのことよ。私たちはそう呼んでるの。呼び方なんてどうでもいい。あいつらの砦がそこかしこにあるんだよ。それと新しい砦でも建てようってのか、うようよとそこら辺をうろついている。それでわざわざ森の中を抜けたというわけ。大した奴らじゃないが、いちいち相手をするのも面倒だからな。あなたずっと一人であの森にいたの？別にずっとってわけじゃない。でも一人だった。それがどうしたってんだ？どうだっていいだろ。あんたらには関係ないことなんだから。関係なくはないな。あの森で出会ったのは運命。こうして一緒に旅をしている。俺と君はもう一心同体。安心してくれ。これからは俺が君の剣となり盾ともなろう。こいつおかしいんじゃないのか？否定できないのが辛いところね。よかったぜ今のセリフ。欲を言えば雰囲気を作ってから決められれば文句なしだったな。それはこれからでしょ。まずはお膳立てしとかないとな。だな。徐々に盛り上げていって最後にこうガバッとだな。訂正しとく。こいつら相当おかしいだろ。なんでこんな風になっちゃったのかしら。